こんばんはやばいなんか喉がおかしいこんばんはー中村さんこんばんは,んんばんはありがとうございます早速コメント嬉しいです <coughs> こんばんはー <coughs> 皆さんコメントどしどしくださいね こんばんは、ともきさんかな、R C H、はいこう、えっと、R、ちごさん、んこんばんは、今日は本当に重大発表です。重大発表というか、まあ今までの人生の中で一回もしたことがない発表ですね。 <coughs> やばい、緊張する。<laughs> めちゃめちゃ緊張する。もう髪の毛もパサパサしてるから、行かないと、美容室。はい、グッドイ e n i n g g o o ブニング。笑って、g 笑って。Hello! こんばんは、HK さん、こんばんは。<coughs> ワクワク浦野 <coughs> さんありがとうございますいつもありがとうございます <laughs> そう今日はねあのー、ちょっと皆さんにお知らせしなきゃいけないことがあってお知らせしようかなと思ってます <coughs> なんか最近最近なんか毎日楽しいんですよね最近なんか毎日楽しいんですよねなんか何してるのかって言われたらうーん何してるんだろう最近いろいろやってますね練習トレーニングお仕事 <coughs> はいライブ配信ですこんばんはどうしたんですか何系の話そうね何系だろう <coughs> 何系だろうなえー、私の人生に関わる話です人生がまあ変わるかなって思います <laughs> ご結婚をどうでしょうねご結婚いきなりのねそう本当に人生変わるんだろうなーって <laughs> これを、えー、大々的に言うことによってって思ってるのであとは結構なんか、まあ、悩,悩むというか <laughs> うん そうですねなんか一個選択選択をこう例えば分かれ道があってねこっちって選ぶとその後がどん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 変わってきちゃうしなんかうんその本当に一瞬一瞬で変わっちゃうから本当にこの一瞬一瞬を私は大事にしたいなってすごい思ってて最近特に。<laughs> なんか誰と会うとかそういうのもそうなんですけどうん、まあ、基本的には最近は会いたい人にしか会わなくなったりとかうんレッスンもそうですねなんかそんなうんたくさんやるっていうわけじゃなくて、あのー、しっかり通ってくれるあの変化を求めてくれる 方だけレッスンを行うっていう形でやってて、えっと、今紹介生だけでやってるんですけどプライベートレッスンは本当になんかそのプライベートレッスンやってる方たちはどん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 成長してあの本当に毎週通ってくれてるのでね毎週通ってくれてるのでどん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 成長していって何かその人たちの人生も、あのー、変えてるのかなとは思ってるんですけどやっぱ会う人によって。 一緒にいる人によって人生って変わってくるなと思うのでそれこそ本当に私がうんまあ今回のねあの報告するんですけど本当になんかもうねどう言おうか言わないかすごい迷ってたんですけど言おうか言わないかめちゃくちゃ迷っててそう皆さん あのいろいろ考えてくれてたんですね。結婚かフリーランスになったって話か芸能人アクション女優間に合ったーおーニコニコ坊主さん久しぶりです <laughs> めっちゃ久しぶり <laughs> 結婚報告結婚報告早く先生こんばんはこんばんは何何なになに早く行って <laughs> はいそろそろ言おうかな。 そろ,そろ言おうかなあのー、まあ70人70名の方来てくれてるので100人ぐらいは来てほしかったけどな <laughs> まだまだ影響力足りないですね私の影響力じゃちょっと <laughs> あのー、そうねいろんなこう活動をしてる中で、まあ、フリーランスになったっていうのも一つあるし <laughs> 23時になっちゃうよ <laughs> まだ大丈夫だよ <laughs> まだ7分しか経ってないから <laughs> そうですねえじゃあもうちょっと緊張するけど言いますねあのー、私今回のえー、12月の14日に出発するアジア選手権を機に空手やめます <laughs> 引退します もうあの空手の試合には出ませんっていうもう人生最大の決断をしましたなんかそう4歳からずっと空手をやってきて空手の人生しか考えられなかったしうーん空手をしてる自分しか知らないし基本的にはそう あのー、はい、引退します <laughs> 今年で、2021年で空手界引退です <laughs> そうなんです皆さん応援ありがとうございましたあのー、この長いね、24歳から今 ?28 だから 20… あえっ、ー、と、24年間 そう24年間空手をしてきてそうあのー、もう試合にはねあの来年からはもう出ないんですけど現役引退はい現役引退しますで試合にはもう、あのー、出ない予定です全く国体とか全日本とかも県の大会とかも出ないです 皆さんありがとうございます。いろんなコメントを <laughs>。衝撃ですよね。なんか私もずっと続けると思ってて、なんかいつまで続ければいいかとか、なんかもうわか,かんなくなってきて、正直なところね。なんかいつまで続けようかなって、ここ、まあオリンピックの <laughs>、あのー、なんだろう。オリンピック、 のこう試合オリンピック出るまで必死にやってたんですけどそうオリンピック出れないってなってでそこでまずあのー、やめようと思ったんですよオリンピック出れないからもうやめようかなと思って。って思ったんですけど、まあ、もうちょっと続けてみようと思ってでアジア選手権決まったしもうちょっと続けてみようと思ったんですけどちょっと化粧がねすごい落ちちゃって。 そうで結局まあうん世界選手権出れなくて <laughs> うんそうですねまあ悔しかったけど、まあ、でも私アジアに、えー、かけてる気持ちはすごいあったのでそう現役引退そうです現役は引退して、えー、指導者としては。 あの続けますセミナーもやりますそう考える方に専念そうですねとか教える伝える方に専念しようかなと思って試合には出なくても空手の道に終わりはありませんありがとうございますそうなんですよね空手界にはあのあのなんだろうまだいるというか空手はあの教え るって感じなんですけどあ井上さんお久しぶりです引き際大事 <laughs> そう引き際大事ですよねあのアジア選手権本当に勝っても負けてももう引退っていうことは私の気持ち的には決まっているのではいあのー、すごくね空手してる自分も好きだし空手教えてる自分も好きだしまあだけど ううん、そうねまあ一番の理由としてはあのー、髪の毛金髪にしたいなっていうのが <laughs> まあそれは冗談ですけどまあでも本当にあのー、まあ、空手界にいるとね髪の毛金髪にしたりとかはあのー、あまり NG だったのでそう。 現役を引退したらちょっとあのおしゃれとかもうちょっとできるし自分をもうちょっとこう出せるのかなと思うので、あのーまあ、引退した後の私も応援してもらえれば嬉しいなって思います。でもちろんあの教えることもするしあの道場道場というか空手教室空手教室を。 ややるるのので、やってるので、って今そこの空手教室であのねこれからそうちょっといろいろ考えてることがあってあのー、なんだろう2時間あるんですけど空手教室今やってるのがで1時間目があの小学生今教えててで2時間目が、えー、私と練習する時間を 儲けようかなっってちょっと今考えてて、そうど,どうだろうみんな来てくれるかなって思ってるんですけどなんかあのー、それこそ月額とかじゃなくて来た時に払ってその1時間私と一緒に練習するとかそういういろいろちょっとね今考えてるんですけど。 ああ皆さんありがとうございます。<laughs> 嬉しい。<laughs> そうそう、現役を引退して、まあ、指導と、まあ、あとは自分の、うん、今やってるパーソナルトレーニング。パーソナルトレーニングありがたいことに、あのー、もう3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月続いてる方もたくさんいて。むしろ現役、 引退してからが本番はいこの両機に一度空手から離れてみることをお勧めします決断つらかったと思います本当になんかもうそうなんですつらかったしなんかつらかったというかもういつやめるのかとか聞かれるしいっぱい <laughs> いっぱい聞かれるしなんかそんなもうわかんないよと思いながら <laughs> そんななんか自分がもう一回ここで終わりって気持ちでね あのー、なるまでは続けようと思ってたのでそうですねうんなんかまあちょっと試合に出なくなるっていうのは寂しい気持ちはあるんですけどうんでもあの体の動きを極めるのとかはすごく好きだし教えるのも好きなので。 そうだからなんかもう勝っても負けてもここで終わりって決めないと <laughs> 自分で決めないとなんかもうダラ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 続けてても、あのー、まあ正直なところ空手の世界で、えー、空手だけやって生きていけるって難しくて本当に正直なところ。それもあるし、あのー、私会社を辞めてフリーランスになったんですけど フリーランスって意外と難しかった <laughs> あの自分で好きなことやるって決めたんですけど決めたんだけどやっぱり会社ってすごいなと思うし会社ってありがたいかったなって再確認したしうーんそうフリーランスで自分でなんか、まあ、周りからはあのー、なんだろう 空手日本代表だからすぐ人集まるよねとか空手日本代表だから大丈夫でしょうみたいな感じなんですけど意外と難しくてやっぱ人を集めるとか認知度空手以外の方に認知度を高めるとか結構難しくてですごくあのまあ悩んだ時期もあるしうーんなんか一人で。 あこれやっていけないなって思ったこともあったしまあでも周りが助けてくれたりとかあのしてなんとか今生きているんですけどな <laughs> んとか生きられてるんですけどでなんかね、あのー、スポンサー見つけてからでやればとかそういう声もあったりするんですけどうんまあ私は私のやりたいことをうん極めつつで もちろん空手を空手は好きですもちろん空手は好きだし、あのー、空手の動きとか本当にすごいいいなって思うけどでもうんそうね結果やっぱりこう今まで空手やってきてでさ,さあ違うことやりますって <laughs> なった時に結局知られてない。 し認知度も低いしまあそれは私の,あの出し方とかがまだまだあの足りなかったのかなと思うんですけど、うん、でも空手日本代表じゃなくても、あのー、自分を売り出していけたらいいなと思ってもちろんねあの空手日本代表ですってあの言ったらみんな「えすごいですね」ってなるかもしれないけど。 そこで判断されるのも私はなんかちょっとうんそこだけじゃないんだけどなと思いながら、あのー、なんかちょっとうん気持ちが揺らいでてなんか個人としてのただのやかを見てほしいなっていうのもあったしで空手の選手としてのただのやかを見てほしいなっていうのもあったからうんインスタとかでも YouTube とかでもいろんなことをやったりとかいろんな動画とか写真撮ったりとか。 して,ていろいろ、うん、やってみなきゃ分かんないなって思ってとにかく現役の間いろいろ動いてみたんですけどここ2年間ぐらい。でやっと、あのー、少しずつなんだろうただの綾香を応援してくれる方も増えてきてで空手をやってないあなたも、あのー、なんだろう素敵だよって言ってくれる人も、あのーね、ありがたいことに周りにいてくれたので。 なんとか、あのー、いろんなお仕事もできたし今うーんもちろん空手のつながりがあってお仕事をいただいてる方もいるしって感じなんですけどそう今見たんですが何の発表ですかそう空手を引退するっていう発表でしたこの12月のアジア選手権を機に試合にはもう出,な出ません。 でも空手の指導はあのー、続けるのでぜひぜひあの、セミナー依頼とか <laughs> はいつでも受け付けます。<laughs> おさにも空手教えて。<laughs> あのー、本当に仲町台ってところでね私空手教室やってるんですけど仲町台の。 そのなんだろう2部目に2時間目をあのー、指導というか私と一緒に練習しようっていう時間にしようかなと思っててもちろん私空手の動きはあのー、衰えさせたくないのでそうね。 っていう時間を作ろうかなとも思ってるので、ぜひ気になる方はあの YouTube とかインスターチェックしてみてください。彩香先生には日本代表の肩書きがなくても伝わる魅力があると思います。ありがとうございます。いやそうそのねなんか肩書き肩書きってすごくあのこの世の中でなんか大事なことだと私すっごい思ってて今まで。 肩書きがななないとなんかなんだろう恥ずかしいというかなんか何してる人なのか分からないとなんか自分を出せないなと思ってたのでなん空手日本代表ですっていうふうに言えばみんなが分かるかなってずっと思ってたんですけどうんでもまあ今になって。 まあ空手日本代表もちろんね空手界の中ではうん相当あの何頑張って行け行くところだしで私もそれなりに必死に空手やってきたし空手にかけてきた思いがあったので、うん、そこにの,この土俵に立ててすごく嬉しいなって思うんですけど。 でも結局うーん社会に出た時一般の方と会った時とかに、えー、空手日本代表って言ってもなんかどんなどんなすごさなのかもわからないんですよね結,結局は。<laughs> なんかあのー、そうどん,なんだろうじゃあ何がすごいのって言われたら。 多分,分からないと思うんですよ空手やってる人たちからしたらなんかこの技がすごいとかこの動きがすごいとか分かると思うんですけど一般の人から見たら全然ねあすごいねで終わりだと思うんですよ。だからうーんまあそこがな,なくなったとしても空手日本代表じゃなくてただの綾香はこういう。 人間ですっっっててててちゃんと伝えらられれるようにこれから生きていきたいいたなって思って,てもちろん空手やってたことはあの事実だし24年間うん空手にかけてきた思いは <laughs> 本当にあのー、大事にしたいなって思ってるのでこれからも元, <laughs> 日 <laughs> 元日本代表として元日本代表としてちょっとやっていきたいなって思ってます <laughs>。 どこかかの道場で教える予定はありますか、えっと、今中町、えーえー、代横浜の方の中町代で毎週月曜日6時からと7時から教えてます。で今人数めっちゃ少なくてほ <laughs> 本当に人数めっちゃ少なくてあの今めちゃめちゃプライベートレッスンみたいな感じになってる <laughs>。 もしよかったら皆さん遊びに来てください。えー、頑張れありがとうございますこんな頑張ってきた人だから何やっても成功するともう応援してます嬉しい嬉しいよありがとうございますそんなことを言ってもらえるなんて一旦ハイキックで価値観をぶち壊してみる時には空手のうーんなんだなんだろう やばい感じが苦手すぎて。防げる。ん防げになることもある。妨げああ空手っていうのが妨げになる。まあでも空手は本当にやっててよかったなって思ってるし今でも。あのそうですね。空手のつながりとかにはすごく感謝してるので。 <laughs> えー、中学生はご飯の量どのくらいですかあ中学生どのくらい食べてたんだろう <laughs> 波ですよ本当に波波人波でしたプライベートレッスンなんて羨ましいけど <laughs> もったいないたくさんの人に教えてくださいそうたくさんの人に教えたいんですけど <laughs> ね意外と集まんないなーって思いながらうん <laughs> <laughs> まあいっかーと思ってあの来てくれる人を,を丁寧に教えようっていう気持ちですねうんー行きたいけど遠いですよねそうなんですよねちょっと遠いんですよでも週1だからいいかなと思ってて私週23教えるつもりはなくてなんでかっていうと えー、もちろん週23ね集中できる人もいるんですけど週1の楽しみって結構重要だと思う週1の楽しみってなんか結構特別感あると思うんですよねだから子供たちにもこの週1集中してやってほしいっていうのがすごくあってだから私の教え子は本当に成長が早いんですよなんか親バカみたいになってますけど <laughs> 本当に成長早くてなんか。 ね、楽しいなと思います。で、その週一をすっごい楽しみに来てくれるので、なんかやりがいあるなって教えがいがあるなーって思ってます。えー、現役時代一番大きい毛がってあります。え、ま、あ、そっか、現役時代でしょ。えー、12月までは現役なのでね、皆さん。<laughs> 12月まで12月いっぱいは現役なのでまだまだあの一応引退するよっていう <laughs> 引退するよっていうお知らせですだから12月のアジア選手権もみんなめちゃめちゃ応援してくださいお願いします <laughs> 優勝して、あのー、気持ちよく引退したいのであそうだ怪我ね怪我は手首折れたことあります1回だけ あとはそんなに空手で大きな怪我ってしたことなくてうーんここちょびっと切ったぐらいかな <laughs> ここ切ったのとあと手首折れたぐらいですかねそんなあの手術したこともないし今までそう元気です歯も折れたことないんですよそう歯折らないで引退するっていうのが結構目標です最高です 最近一目標、<laughs> 歯折らない。私も回答教えてます。私も読んだんですが、わかりやすい説明で非常に参考にしてました。ありがとうございます。これからもね、あの。ちょっと深掘りして、もっともっとわかりやすく、丁寧に教えられるようにしていきたいなと思ってます。 指導者としてまた楽しいことがあると思います。ありがとうございます。指導した選手の成長を見れるのも楽しみになりますよね。そうなんです。めちゃめちゃ楽しい。なんか現役のうちからあの指導をするようになったので、本当に自分が動いてる時に指導できるってすごくなんか新鮮だなと思ってて、なんだろう動きね自分に集中っていうのもすごく大事だと思うんですけど。 やっぱりこう自分が学んだことをそのままアウトプットするっていうのもあのその時間もねいっぱいあった方が選手としてもなんか成長できるなって感じましたやってみて思ったこと。えー、で稽古できますかでで稽古いいですよあの道場の先生がオッケーって言えば <laughs> なんかやっぱりこう空手の世界ってねまだまだあの古い考えもあると思うのでやっぱ道場はここだけっていう考えもあると思うのででも私はあの囲おうとは思わないので全く <laughs> あの技を伝えたいとか動き楽しさ技動き楽しさこの3つを 伝えたいなと思ってるのでそうです、ね、あのー、私の道場に所属とかそういうのは全然いらないですただあの今いる道場のチェックチェックというか先生に聞いていいよって言われたらぜひ来てくださいえー、ある人が言ってました書いて書いてそれでもダメな時は、えー、絵をやめる描くのをやめる 全然違うこととをすするる散歩ししたたたりり旅行無に書きたくなそうなんですよえそうなんですよ私オリンピック出れなかった時におととし去年かあのオリンピックダメになってなんか廃人みたいになってもう <laughs> あオリンピック出れない終わったと思ってなんか私の人生終わったと思って。 オリンピックに出れななかっっっっったたら空手やててる意味が何もないって思っちゃった時があって一瞬ねであもう空手やめようと思ってもう空手なんてやってても意味ないみたいな <laughs> なんか気持ちになっちゃった時があってであのー、なんかでもでも何しようみたいなでも何もしたいことないし空手しかしてなかったから。<laughs> って思ってたんですけど。 そう結局そうですねあのー、何もしないことをしたんですよ。<laughs> だらだらしてぼーっとして本当に毎日何もしな何もしないことをしたんですねフリーランスになってやりたいことが見つからないから。そしたらまたなんか空手したくなっちゃって。 <laughs> 動きたいなとか練習したいなと思ってうわこの技やってみたいとか思い思ったからだから今まで元気続けられたなって思います <coughs> 週一が私も一番いいかと思いますよね週一いいですよね、えー、都心部でまたセミナーやってください毎週でも行きますマジですか <laughs> やった都心部で東京ね東京でやりましょうか土日がいいですかね土日 彩香先生の y o u t u b e はいつも分か,りやすく、えー、分かりやすい説明でいつも大変勉強になりました YouTube もできたら続けてほしいですもちろん続けますもちろん続けますよ YouTube も皆さん応援よろしくお願いします <laughs>、えー、絶対応援するするしかないありがとうございます最後の試合応援してますアジア選手権めっちゃ応援しますありがとう応援します協会の先輩方は差し歯だらけだったそれはやだ怖い <laughs> 先日セミナーに初めて参加したんですが本当に良かったです仲間時代なら行けますやった嬉しいぜひぜひ私と練習しましょうただのあやか練習会なんか教えるっていうよりかもう一緒に練習するみたいなとかいいかなと思ってえー元気でも 引退後もずっと応援してますありがとうございます、えー、めっちゃ嬉しいなんかこんなに応援してもらえてると思ってなかった <laughs> 嬉しいなんかこういうコメントにしてなんかなんだろう伝えてくれるってすごい嬉しいことですねなんかこんなに応援してくれてる人がいたんだなってあ改めて感じましたいやこれはアジア優勝してこないとな応援してくれてる方のためにも 今回アジア戦ってきますよ空手は一生の道としてあればいいと思います元気としてのある意味での制約から解き放たれたのはむしろ好天気だと思いますいろいろと挑戦楽しみにしてますありがとうございますいや本当にもうね挑戦したいのいろいろなことに <laughs> まあしてるんですけど今も現在ね進行形ですけど えー、個人レッスンされていますか今個人で空手を教えることはないんですけど個人でうんあないって言っちゃったんですけどありましたねズームレッスンズームレッスンはあります、えー、で稽古にかかる費用はありますかホームページに載ってますか載ってないんですよそうなんですまだねあのー、で稽古の お金ちょっと考えててなくてちょっと待っててくださいねあの YouTube かインスタグラムで発表するのでもうちょっとだけ待っててください1月からスタートにしようと思ってるので新しくで新しく1月からまた、えー、空手のエクササイズをもっとやっていこうかなとも思ってるのでガチの空手じゃなくてもこうちょっと動きたいなとか いう方にはすごくいいかなって終わらないそう終わらないね <laughs> 35分やってます <laughs> アジア選手権で優秀の美を期待してますありがとうございます高田のババのムーブメントに参加させていただいてからもう少しで2年です近くで開催されたらまたぜひ参加したいです嬉しいあのねあの高田のババのねいやもうあれ一番最初ですよあれに来てくれた方からの連絡ってもう何嬉しい めちゃゃめちち嬉しいですちょっとあのー、そうですね YouTube で次のあのー、なんだろうイベントとか来年はイベントをたくさんやっていこうと思うので皆さん私に会いに来てくださいねイベントたくさんやりますよそうだね個人レッスンズームでやってるので、あのー、気になる方は えー、インスタグラムから DM ください料金とかえー、ラダーレール練習ネタラダーあラダーの練習ネタ OK ですぼートとする時も大切ですですよね <laughs> 都心で土日でセミナながあれば親子で参加しますえー、蹴りの話を深く聞きたいですあ本当に私めっちゃめちゃ細かいですよ <laughs> めちゃめちゃ細かいですよ。<laughs> で、稽古の費用がわかればまた参加します。ありがとうございます。次の大会は、えー、12月の14日に出発カザフスタンに行ってきます。<laughs> カザフスタンに行ってきますよ。息子と youtube 見て練習してます。ありがとうございます。ラストファイトです。はい、頑張ってきます。ウランさんありがとうございます。 浦野さんはいつもね Zoom でレッスン受けてくれてるんですけど沖縄からめちゃくちゃ応援してます綾香先生の Zoom レッスン最高ですどんどん扉が開き知らない世界を見せ,見せて気づかせていただいてますありがとうございますこちらこそもう楽しいです毎週毎週 <laughs> カザフスタンそうなんですカザフスタンみんな応援しにあ応援しにじゃない 応援しに来ることはちょっと難しいと思うんです。で、えっと。ぜひ、心のどこかで。私を思ってください。<laughs> 心のどこかでね。あの思ってくれてれば、嬉しいです。現 <laughs> 役としての最後。ただのあやかの集大成。楽しみにしてます。ありがとうございます。もう、楽しみ、私も。すごく。 なんかそれこそ勝っても負けてもってもう決めてるから決めちゃってるので現役に対してもまた栃木セミナーお願いしますねもちろんです <laughs> もちろんですぜひぜひこちらこそお願いしますいやそんな感じで今日はあの皆さんありがとうございましたお集まりいただきえ今日は私の人生が変わる発表 させていたただきましたこの場を借りて <laughs> あの。まあ、もちろんこれからも動き続けるだろうしあのー、ポジティブに何,何にでも挑戦していきたいと思うのでこの YouTube でもね、あのー、まあ空手空手ネタねちょっと少なくなるかも <laughs> ちょっと少なくなるかもしれないけど <laughs> また新しいことにチャレンジしたりとか新しい動きでその動きが空手につながる可能性がすごいあったりするのでなんかあ空手じゃないんだって思って見ないとかじゃなくてこれが空手にどうつながるんだろうとかあのー、なんでこのただの彩香はこれをやってるんだろうって。 っって思って見て思もらえると嬉しいです結構意味があってやってたりするのでそうあの意味がない動きだかなって思うことも意意外と意味があってやっててやたりすするんですよね私今まで空手中心に生きてきてるので空手に全部つなげようとしてヨガとかもそうなんですけどあと懸垂とか懸垂やったりもするんですけどそういうのも、まあ、どう空手に 活かそうかなとか常に考えてます <laughs>。なんかね、空手オタクみたいな感じになってるけど、まあ、でもあの体の動きとかすごい好きなので、もうね何でもできる人になりたいんですよ <laughs>。最強人間になりたいんですよ <laughs>。ええー、あツティさんこんばんは。ツティさんいつもありがとうございます。今日は引退発表でした <laughs>。 <laughs> いつもねありがとうございますでえっ、ー、と、まあ、YouTube の YouTube のコメントとかもくれると嬉しいななんかコメント少なくて結構ねあのショック受けてる <laughs> なんか YouTube どうなんだろうなってみんな YouTube 必要としてんのかなとかたまに思ったりもするので是非あのー、コメントしていただけると 私のモチベーションに繋がります <laughs> 腕の筋肉みたいです腕の筋肉腕はそんなのないですよ <laughs> 今見えないねえー、練習動画参考にしてます空手大好きです嬉しいですこれからもちょっと出していくのでしっかり見てください現役選手を出し切ったと思った時はこれ以上、うん、上手になれないと思ったら引退するのでしょうか 空手ののいいととこころろは障害スポーツのところですよね空手につながっていてくださいねありがとうございますそうですね出しきったと思った時いやこれ以上ああそうねこれ以上強くなれないって思うことはないです私はあの常に強くなれると思ってるからあのこれ以上強くなれないとは思ってないしうーんそうですね までも、試合空手をやりきった、やりきったっていうのはあるんじゃないですかね、やりきって引退するっていうのはあると思う。人によってはね、あのこれ以上あ、もう無理と思ってやめるかもしれないけど、私は、あの動き的には、今が一番いいです、実際。今が一番すごくいいなと思ってて、うん、体も軽いし、蹴り足も、蹴りもね、できるようになってきたし。 そうなんですけどやっぱり今この動ける状態で引退するっていうのはそうですねうーんまあ伝えていくっていうのが楽しいっていうのもあるしやっぱり自分をもっとこう表現したいなとも思ってるのでちょっとね日本人にはあまりそこまでの なんだろう私ちょっと外人風 <laughs> ってよく言われるんですけど考え方がなんかなんだろうもうちょっとこうもっともっと素のただのやかを出していきたいなって思ってで一回金髪にしたんですよねあの知ってる方もいるかもしれないですけど一回金髪にしたんですよなんか金髪まあやってみたいっていうのはあったんですけどで現役中に金髪にしてて。 まあ、空手界では金髪はあのー、よくないよねっていう感じになってで今髪の毛はあのー、戻してるんですけどまあ、でもあのー、来年引退するのでちょっとどん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 あのただのやかを出していこうかなって <laughs> 思ってるので皆さん楽しみにしててください。えー 現役に対しても新しいチャレンジや出会いはたくさんあると思います。えー、私はポジティブエナジーをたくさんもらいました。お嬉しい。空手に限らずいろんな人を元気にする力を持ってると思います。応援してます。ありがとうございます。そうなんです。ツッティさん引退なんですよ。ラストファイト動画にしないみたいな頑張れ。ありがとうございます。引退後にまたライブ配信してくださいね。ああの、隔離があるので。 毎日ライブ配信しようかな、もう <laughs> そうそうそうあのー、ね毎日ライブ配信しようかな <laughs> あの、帰ってきてから隔離なんですよ隔離期間があるから、ちょっと皆さんお相手よろしくお願いします YouTube はいつも欠かさず見てます空手関係なく色々参考になるんで、これから YouTube 見ますこれからも YouTube 見ます何でもチャレンジして頑張ってくださいありがとうございます いや生き方の幅を広げたいということですねそうなんですそうなんですそうなんですえ引退ですかびっくりそうなんです引退するんですでもまだ12月はあの現役ですよ <laughs> 12月は現役なのでまだ気持ち入れて今入れてるんでまだ <laughs> そそうそうきっと長年空手に全力投球してきたからそう思うんですよそうなんですよ本当にあだからこそですねもう本当に思う中途半端にやってたらなんかあんま何とも思わなかっただろうしふわーっとなんか消えてくんだろうな <laughs> って感じなんですけどうーんなんか今だからこそはっきりもうあの引退しようって思ったのでまあ、何が あったとかそういうわけじゃないですけどうんもう引退しようって思ったので引退します <laughs> いいと思います髪の色は何色でも強さは強 <laughs> そう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 なんです髪の色は何色でもいいんです <laughs> で、私は感じる感じるうん、私は髪の色は何でもいいなと思う やっぱり解放された感じだねそうですね解放されてますだいぶ私の生徒のチビっ子はフルコンを空手試合に出ます特に小児の女の子が初試合なので心配ですいやーもう楽しみですね <laughs> 心配しないで大丈夫じゃないですかその子も必死になって多分試合やると思うので <laughs> もう心配より応援しましょう <laughs> とにかく応援しましょう あれから、ね、も動画参考にさせてもらいいまますすありがとうございますさんのように本格的な空手家の方たちは葛藤もありますよね私みたいに仕事の合間に鍛錬としてやってるものとはあやっているのとはものが違うと思うしいやーそんなことないですよ皆さんあのそこに向かう,こう気持ちって人それぞれだと思うのでまあ私は空手しかなかったし今まで。 空手をやってる自分が楽しかったから空手をやってたのであの何、ー、だろうまあ、空手つまんなくなったからやめるわけじゃないですけど他にもやりたいことがなんかできたしちょっと今ここではこれっていうのは言えないですけどまあなんとなくこういうのもやってみたいなとかそういうのがいろいろあるのでうん。 そうですね仕事のこともあるしまあ指導のこともあるしっていうのでいろいろまあ葛藤の中でうん現役はやめようって思いましたね。逗、え、子、ー、の空手エクササ,イズにエクササイズに出て10年ぶりに空手復帰しましたやっぱり空手楽しい大好き嬉しい よかったなんか何か何かのねきっかけになってくれれば嬉しいなって思ってたので嬉しいですえフレフレあやかフレフレあやかあ,ありがとうございます超嬉しい <laughs> 金髪だろうが黒髪だろうが大切なのは心だと思います all ル・フォー・ワンそうですね本当にあのそうなんですよ見た目で人を判断する人と 一緒には私はいないなってて決めてるので <laughs> もちろんだから私も見た目で人を判断しないようにしようって心に決めててあのいくらね怖そうな <laughs> 怖そうなイメージの人でも見た目で人を判断しちゃいけないなと思うしすっごい心優しい方もいっぱいいるしねだからあのーまあ、私も見た目で判断されたくないなと思うし。 だから髪の毛の色が何だろうが私の中身を知って一緒にいてくれる人と私は、まあ、お仕事だったりでもねあのお友達もそうだし一緒にいようかなと思う。とか私がこんな感じで結構自由な感じだけどあのそれを気に入ってくれてる道場の先生とかもいて毎回呼んでくれたりとか。 す,するのでそういう先生たちと一緒に空手やってたいなと思うもしそういう道場の先生たちと仲良くしてたいなって思うのでこれからも仲良くくしてください <laughs> あのー、でも本当に空手に向かう気持ちは本気だし教えるのとかもマジで本気でやります <laughs> 実際こんなあの YouTube ではヘラヘラしてる感じだけど教える時は本当にもう集中してやるし。 空手やるときはスイッチちゃんと入れ替えてやってるので先生のような若いトップ選手が指導者になったとき「空手の練習がどう変わるか楽しみです」確かに今までとは違うことを多分やると思いますねえこれで空手強くなるのって思うことももしかしたらあるかもしれないけど私がそうですね、あのー、やってきてき 面白いなとと思った練習方法とかあとは私は空手以外のこともねたくさん動いてきたのでムーブメント仲間とかともたくさん動いたりとかしてたのでそういうものを練習に取り入れたりとかしようかなって思ってますだから普通の練習でではなないいかもしれないです、ね、<laughs> えー、4050ぐらいになったらマスターズで復帰してくださいうわー復帰かマスターズか その時になったら考えますね <laughs> その時やりたくなったらやりますねまさかの MMA に転向いや MMA はちょっときついできない私それは怖い <laughs> あのー、総合とかは私結構苦手で実は怖いんですよ <laughs> 勝ても負けても最後頑張ってください寂しくないですよ今までのことがなくなるわけじゃないですもんね今後も応援してますありがとうございますそう今後のあ今後もあのー、この空手をやってきた経験をもとにもっともっと飛躍していこうかなって飛んじゃおうかなって思ってるので <laughs> そう 見た目の部分以外に空手の文化がこうなっていったらいいなとかいうことありますかあ空手の文化はそうですねなんかもっともっともっと身近にみんなに感じてほしいなって思うのでやっぱり怖い痛いっていうイメージを覆したいしうーんやっぱり私はうんとやっぱおしゃれにかっこよく美しく。 空手をやっていきたいなと思って思るのでなんだろうまあメイクメイクは私基本空手の時はしないですけど型の選手だったらメイクしたりとかでかっこよく決めてるし髪の毛もねあの自分のモチベーション上がる髪の毛にしてもいいと思うしって思うんですけどねいろいろ決まりがあると思うのでその決まりにはしっかり沿った。 うんと決まりというかなんていうルールルールは違反さないようにしようっていうあの <laughs> 心はちゃんとありますよルールには従うけどそれ以外の部分ではあのー、自由にやっていいかなって思いますだから練習の日程とかも週に何回絶対やらなきゃいけないっていう決まりはないし。 だからすごい自由にやっていいなとも思うし勝たなきゃいけないっていうことはないしだからあのー、なんだろう勝っても負けてもなんか親御さんがその子を見てあげて褒めてあげてとか「ね、よく頑張ったね」って言ってあげられるようなあの空、ー、手会にしたいですね。まあみんながみんなっていうのは難しいかもしれないけどでも。 やっぱ親子関係がそこで良くなるのはいいなって思うので親子でそうやってなんだろう空手を通してより良い関係になっていったらいいなとも思います指導者になる予定はありますか予定というかもう今やってます <laughs> 今やっちゃってます一応仲間時代で。 毎週月曜日空手教室やってます皆さん遊びに来てください、えー、一芸になんとか出た人は他の分野でもきっといい成績を残せると思います今後も注目しているので自分のスタイル頑張ってくださいありがとうございます頑張ります型にはまらないのが他の選手のいいところなんで自分に合ったことをやって楽しんでください人生一度きりありがとうございますめっちゃ嬉しい 小さい選手が大きい選手に勝つ極意はありますかありますよ私この間ちょっと嬉しいことがあってあのー、高校に練習に行ったんですけど高校の男の子たちとやるんですけどね、高校生のあのー、186センチの男の子私155センチなんですけど、31センチさの男の子に冗談蹴り決めましたイエイ <laughs> <laughs> 冗談ギリ決めちゃいましたっていうことであのやっぱり大きい人は大きい人なりに隙があるんですよだからその隙を狙うっていうのが極意ですね現役の子供たちへのよりこうしたらいいのにってあると思いますかああ現役の子たちよりそうですねその子によっていうことは違うかもしれない <laughs> あの、人によってそうですね人によって違いますよねでも現役の子って言っても全員が同じことしてるわけじゃないからね空手アクションの人を見てみてくださいクロエ・ブルース綾香先生の蹴りを放ちますおー、そうなんですね見てみますありがとうございます 基本動作、えー、移動稽古型を親御さんになんで稽古するかを説明するときにサーキットトレーニングに試合で使う動作や技はありませんよねと伝えてこれはサーキットトレーニングと同じですよと伝えます。綾か先生はどう生徒,や生徒や親御さんに説明しますかうーんそうですね基本稽古移動型。 そうです、ね、まあ何をやりたいかによるんですけど結局基礎ができてないとあの何にもつながらないっていうやってきたからこそ分かることなのでやってない人にししうんとやってない人に全てを理解してもらうことって難しいんじゃないかなって私は <laughs> 思うんですね。ででもこの基本動作ができたら この動きにつながりますよとかそういう,こうつなげ方これができるからこれができるでもこれができなかったらこれはあのできないですよって結局そこ繋がってるってやってる人たちはね分かると思うんですよだからやってない人が口出すのは私はブブーだと思います <laughs> やってない人はもう言わない。 やってないんだから言わないって思いますけどね <laughs> 本当にまあでもなんでやるのかなって不思議に思うと思うのであのー、基本動作が肩につながる、組手につながるで、体の動きにめちゃめちゃつながるんですだから まあやってみてくださいっていうのは一番いいけどね <laughs> やってみてくださいこれ難しい結構難しいからでやってみて難しかったそしたら戻ってこの基本が大事ですこの基本ができなできればこれできちゃいますって言えば、ね、ちょっと難しいですよねなんか今、ま、めっちゃ喋ったけど得意なコンビネーションコンビネーションかコンビネーションは なんだろうなまあ手出してから足蹴るとかかな冗談見せてから蹴るとかですかね全然関係ないですけど後ろは鏡割りの柔軟動画が久々見たらすごい再生回数になってます、ね、そうですかえ本当に見てないちょっと見てみますねありがとうございます ロロキキさんシンかな <laughs> 基本の大切さは流派に関わらず重要ですよねそうあのー、空手じゃなくても大事です基本全部全部全部もう全部が大事本当に全部が大事だと運動神経ではなくメンタルの部分で、ね、こういう子は伸びると思うという特徴ありますかあ伸びる 伸ばす伸びるというよりかは伸ばします私は <laughs> あの素直な子は伸びますねやっぱり素直な子はすごく伸びるなと思いますなんか自分の意見が強かったりとか自分はこうってなりすぎちゃってるとちょっと伸びが遅いかもまあでも結局指導者によると思うしその子の 受け取り方によるので、うん、分かったやってみるっていうぐらいがいいかなと思います。言われてあオッケーやってみますっていう子はどんどん伸びると思います。私的に寸止めからっていかに難しいか、そうなんですよ。そうなんです。やってみてください。もう <laughs> 本当に子供たちがどれだけすごいか。 もうね、やってみたらわかりますよ。うん、応援してます。ありがとうございます。鶴田さん。えー、中断好きって、潜るの顔を打たれそうで怖くないですか。いや、もう、もう怖くないですね。<laughs> もう。怖くないし。あのー。中途半端に打つと。 やられるのでそこはもう思い切ってそこの恐怖を超えないとそこの恐怖があるとずっとずっとそこで立ち止まってしまうのでそこの恐怖どうやったら超えられるかなって考えるのがいいんじゃないかなって思います1時間経っちゃったちょっと1時間経ったので私はそろそろお休みになりますお休みになりますっておかしいか私はそろそろ <出>ます <laughs> なんか今日引退しますって言って結構すっきりしたかも <laughs> 結構すっきりした皆さん聞いてくれてありがとうございましたそしてたくさんの応援メッセージありがとうございます <laughs> 試合前にもう一回やろうかなあのー、どういう動画が見たいとか カザフスタンに行った時も動画撮ってこようと思うのでどんな動画見たいかなとか試合の時のどんな動画見たいですか皆さん試合の時ってなんか試合まあ試合前とかは自分では撮れないから難しいかもしれないけど半月ほど前に子どもの個人レッスンの問い合わせをしたものですありがとうございます そう素直さ大事ですよ大人も子供も素直じゃないとやっぱり <laughs> やっぱり素直じゃないとあのー、やっぱキラキラしてる子供は伸びますよ今度仲間時代参加してみたいですあ嬉しいありがとうございますあの YouTube あ YouTube じゃないえっ、ー、と LINE していただければ あのー、対応させていただきます。ぜひぜひ LINE ください。公式 LINE、えー、これ終わった瞬間に <laughs> この動画さよならした瞬間に、えー、公式 LINE であありがとうございます !T つのみやさん,さんありがとうございます嬉しいカザフスタンでお土産買える <laughs> あのこれ終わった瞬間あのインスタインスタであれ貼ります <laughs> あれしか言ってない <laughs> あれ貼ります <laughs> えー、URL じゃないな QR コード QR コードかな LINE に飛べるようにするのでぜひぜひ子供が通っている当時に鏡がありますせん自分のが現役の時は大きな鏡があり自分で形を見たりチェックしてました必須アイテムだと思いませんかああ確かに鏡があった方が 自分の手がどこにあるかとかと自分が、例えばねこうすっごい脇開いててでも自分の感覚じゃやっぱ分かんなかったりするので最初は鏡で見てピッて直したりとか脇開いてるよって言われてピッて閉めたりとかうんあった方がいいかなって思います最初はできるようになっちゃったらなくても感覚でできると思うんですけど最初はあった方がやりやすいんじゃないかなって思います うん。こんな感じで今日は引退発表でした。皆さんありがとうございました。またなんか、あのー、試合のこういう動画見てみたいなーとか、いうのがあれば、えー、DM でもインスタのコメントインスタのコメントも、で、なんかコメントしてくれると嬉しいな。YouTube もだけど、皆さんコメントください。 <laughs> あ,ありがとう山田太郎さんありがとうございますこれでカザフスタンで <laughs> ちょっとお土産買ってきます <laughs> 何買えるかなカザフスタンのお土産何がいいかなありがとうございます皆さんちょっとまたまたインスタライブ YouTube ライブやっていくので。 ありがとうございます。<laughs> バイバイ、おやすみなさい。柔軟動画、え、再生回数四十三万回。嬉しい、そんないそんなあったんですね、四十三万回も。嬉しい嬉しい。ありがとうございます。みんなバイバイ。<laughs> おやすみなさーい。 いい夢を皆さん、そして明日も良い一日になりますように。バイバイ。<laughs>